やっぱまあ今日なんかちょっとすごいなと思ったのが、やっぱその築地市場の仲卸業組合の新理事長選っていうのが、あったということでね、これまあどういうことかというと、やっぱその豊洲市場、豊洲に移転する、推進派の人が今まで理事長をやったんですけども、まあそこに、まあ慎重派とかもう反対派と言っていいと思いますね。豊洲移転に反対する、方が立候補されて選挙戦になったと。まあその結果ですね、まあなんとですね、移転反対派、慎重派の、方が、理事長になったということでね。まあこれはもう本当に豊洲に移転する問題っていうのがですね、まあさらに、まあこじれるというかですね、まあ難しいだろうと今までね。まあ、水質調査でもシアンとかですね、ベンゼンとか、有害物質が、どんどんその検出されてるわけでね。まあ、直近の調査でも、まあ、ありえないぐらいの、シアンとかが検出されたっていうね。まあ、猛毒とかもう、本当に命の危険があるようなものを見たいですからね。よう知りませんけど。いや、だからそういうの考えたらね、それはとんでもないわと。だからもうすでにもう、豊洲ダメだなっていうイメージが広がってるっていうこともね、ありますからね。だからこの、今回新しい理事長になった、早瀬さんですかね。っていう、佐山さんですね。佐山豊か理事長という方が、移転に強く反対する理事たちの支持を受けて新理事長になったと。でこの佐山さんという方も、なんか、マグロかなんかの大物らしいと。大物業界の会長だと。ということでね。で、もう一つ、築地市場協会っていうのがあるんですけども、まあそこは推進派の人が、理事長になってると。だから今後ね、その辺、まあ意見が違うと、今までずっとどっちも、仲卸業組合もですね、築地協会も、移転で決まってたのがですね、移転反対、移転推進と、分かれてしまったということで、まあ、これはもう伸びるのはもう確実であると、だからもう無理でしょうね。その辺はね、僕は小池都政というのは評価しんちゃおうかなと、だからそもその石原都政の中で進められてきたことでね、だからこれを機に、小池知事とかもですね、石原慎太郎をですね、まあ共産党とかも言ってるんですけど、百条委員会に引っ張り出そうという動きをしていると。で、まあ石原慎太郎さんたちは今焦ってるっていうね、そういうなんですよね。いやだからもともと無理があったんですよと、もともと有害物質の話っていうのは、でも最初から出てきた話でね、ずーっと言われてきた話をですね、無理やり進めてきて今に至ると。まあそれが、去年の東京都知事選を機にですね、ひっくり返ったっていうね。いやだからこれ、もともと問題あるとこなんですよと、豊洲のね、この場所っていうのは。だから、こういうのを、魚とか扱うようなとこじゃなければ別にいいんじゃないのかと。アマゾンの物流倉庫とかね。まあ、他いろいろ、なんかよくわかりませんけども。まあ、なんかそういうのがね、きちんと、やっぱりされた方がいいでしょうと。今まで無理してゴリ押し通してきた無理が、出てしまったっていう話だと思うんですよね。まあまあということで。